すいません、もう閉店なんで、すいません、まだお越しください。閉店間際に来んねん。あれ、今日締め作業どっちでしたっけ？お二人。ああ、二人か。つか、私最近ドラマハマったんですよ。やばくないですか、この私がドラマにハマったの。なんで？なんだっけな、ピーターパンに恋をしてだったかな。おぉ、ピタ恋？あ、そう、ね、あ、見てます？お、見てる。あれ、ピタ恋の北山麗子さん、マジヤバくないっすか？いやいや、っていうのも、私ね、ほら、そんなに女優さんとかドラマとか見てなかったんですけど、よく言ってた、風俗のね、お気に入りの子が、北山麗子さんにすっごい似てるんですよ。で、その北山麗子さんにのね、お気に入りと、まあ、クンズホゼルでちょめちょめした後、ググした後に、あれ、そういえば、なんか似てる人とかいるのみたいな、なんかバーって話になって、そしたらこの、テレビ見たんですよ、テレビ。そしたらめっちゃ似てるねって。それが北山麗子さんとの出会い。今じゃ、そのお気に入りの子よりも、北山麗子さんにも夢中。もうドラマ今結構見漁ってますからね。楽しい。北山麗子好き。ああいう顔大好き。蹴られたい。あ、絶対ないな。何ですか、何蹴ってくんないかな。じゃあもうこうしてもらいたい。この基礎警部をこうやってほしいな。あ、やべ、そのまだ閉店してなかったんだ。あのさ、うん、北山麗子ってさ、ほら、はい、性格悪いじゃん。え、いや、マジないなって思う。なんかそういうニュースとか出てるんですか。出てはないけどさ。え？めっちゃ性格悪いじゃん。知り合いにいるとか？いや、いないけど。なんすか？なんでそんなこと言うんですか？好きな女優さんに。だってさ、もう演技の感じがさ、もうやばいじゃん。いやいやいや、演技の感じって言っても、ほら、そういうのあれです。まずお顔立ちとかからでしょ？ね？ちょっと釣り目で。なんかさ、怒る演技とかさ、リアル、あれ多分ね、根本にないとできないやつだよ。絶対性格悪い。ちょっと私よりもドラマ見てる歴長いのになんてこと言ってんすか。それが女優さんとか役者さんの仕事でしょ。私たちを根本にないとそういう演技ってできないから。まあ実際に性格悪いからあの演技はできるわけ。いや、でもそれは確証してないじゃないですか、性格悪いかどうか。絶対性格悪い。いや、楽しい、好きなんだ、その性格悪い。さっきやってもね、殴るみたいな。もうその通りだよ。いやいや、それはだからそういう癖、それはそういう癖。すいません、それは私の癖ね。それは私の癖です。でもじゃあ100分言って性格悪いとして、それ私たちに関係ないじゃないですか。私はお顔が好きなんですよ、お顔。お顔とそのきつめのやつにキュンってされてごめんなさい。されたいんです、私は。でも顔がいいとして、まあ実際になったとするよ。でさ、性格悪かったら嫌いなんだ。別に、だから実際合わないですもん。だって私は知らない顔。会った時の話してるから。今、会った時の話してる。じゃあ会ったとしても、じゃあこれ答えます。嫌いになりません。なぜなら私は顔が好きだから。はい、以上。絶対になるよ、性格って。それは中村さんの決めつけですよね。性格絶対おるよ、あれ。そんな、なんかそういう業界にいたんですか、ここに入る前。いないけど。ほら、もう、やめましょう。いないけど、やめましょう。めちゃくちゃドラマ見てるから。だからもう、めちゃくちゃドラマ見てるの一本やりで、今期もめっちゃドラマ。いや、今期っていうのはアニメじゃないんだから、大体コンクールとかだろ、ドラマは。あ、楽しくてさ、そうやって上げ足とんですよ。あ、すいません、ちょっとすいません、興奮しちゃいました。興奮しちゃいました。じゃあ、伝わったんだろ、いいじゃん。じゃあ、性格悪いとしても、私はその人が好きなんだから、何ら問題ないでしょ。その人たち何かしたいわけじゃないんだから。ね。でも嫌じゃん。好きでさ、性格悪いって。性格悪いの何が悪いんですか？あとさ、あの女優のさ、相沢里香だっけ？あれも絶対ね、性格悪い。いや、だからあの人は、まあ、ちょっと。バスケのさ、ドラマ見てた。バスケのドラマ見ました、それ。ピボット見ました、あれでさ、その、寝とるの。はいはいはい。だからそれそういう役でしょ。で、そういう悪女的な顔つきしてるから、そういう印象を持ってる。それだけじゃない。じゃあ何ですか。それだけじゃなくて。何ですか。タバコ吸ってて。それも役でしょ。裏でタバコ吸ってるとこ見たことある。いや、あれは絶対に吸ってる人のやつだよ。もう嫌いだもん。いや、もう嫌いって言ったら、その別に中村さんが嫌いになったって、そんなどうでもいいですよ。いや、もうあれでも本当に。それいい役やってる。嫌いになっちゃった。だから別にいいです。あ、タバコ吸うんだって。ほら、タバコ吸う人ってみんな性格悪いじゃん。なんすかそれ。タバコ吸う人みんな性格悪いよ、もう言い過ぎでしょ。ちょっと論破されるからって、それ必死になりすぎ。まずタバコ吸うのって初めて、カッコつけたいじゃん。そんな決まってないでしょ。ことはもう決めつけが多い。いや、
や決めつけじゃない、決めつけだってじゃあ私のよく行く喫茶店のマスターもタバコ吸ってる人ですけどめっちゃくちゃ優しいですよ。仮面かぶってんだよ。そんなこと言ったら切れないでしょ。そんなこと言ったらそんなじゃあ仮面かぶってもいいじゃないですか。いいとこ人に見せようとしてるんだからその視点でサービス裏でとんでもないこと言ってんだよ。裏でとんでもないことしててもその裏は私たちには関係ないね、いつか巡り巡ってね、いつか巡り巡ってこない。あーちょっとすいません、もうイライラする、嘘です、嘘、ムラムラする、ムラムラ、あ、ごめんなさい、ちょっと熱くなりすぎたね。おい中丸さん、これね、グラビアのね、プレイボーイのこれね、あのコンテストがあってね、ちょこれでもう一丁ね、見た目で、見た目でいい女の子をさ指差しましょう。高校生の時とかこれやってるでしょ。ね、ちょっとすみません、私も熱くなりすぎた。いきますよ、せーの、ちょっとおじさんになってそれはないって。もう一回いきますよ、せーの、この子、何ですかマジでノリ悪いな。いや、いないんだよ。はい、5人もいたら1人くらい好みの子いるでしょ。いないよ、だって全員性格悪いもん。なんすかそれ、どういうことですか。あのグラビアアイドルってその自分の体をこう見せてさ男性を興奮させてさ稼いでるわけだ。じゃあそれ全然性格悪いの関係ないですよね。そういうお仕事じゃないですか。私は興奮してますよ。なんですか。自分の体をこう出し、私のおっぱい大きいですよって見せびらかしてる、これでも性格悪いよ。それのどこが性格悪いんですか。見せびらかしてるって言ったってそれがお仕事なんだから関係ないでしょ。自分の体最高ってさ周りにさこう知らしめてる。めちゃくちゃ自己肯定感高くていいじゃないですか。でも女性からしたら敵だよ。うん、でも私たちは男性ですよね。別にいいじゃないですか。あ、今性格でさ男性女性でさ関係あるから言った。じゃあだからじゃあ今は性格が関係ないんです。言ったら性格悪いって。わかりました。では私は立場見ても性格悪い。すいません、すいません、はい。で私はだからその今見た目で選びましょうよって言ったし、見た目で性格は問わない。見た目で選べないな、やっぱ中身大事だから。だから中身なんてグラビアアイドルの中身を私たちが知ったところで関係ないじゃないですか。その人たちがどんなことしたって私たちはその見た目が好きで。どっちがいい、グラビアアイドル性格のいいグラビアアイドル、性格の悪いグラビアアイドル、性格のいい方がいいでしょ。いやそのどっちがいい。悪いのは絶対嫌なんだよ。悪いのは絶対嫌なんだよ。いや、悪いグラビアアイドル、悪いグラビアアイドルがいたとしてもそれもう関係ないですから。グラビアアイドルももう嫌いだもん。もうね、見るだけでね、めっちゃ腹立つ。そうですか。性格悪いか。あ、あとアイドル。はい。あとアイドルも性格悪い。アイドルなんでも性格悪いわけないじゃないですか。おじさんからさ、金めちゃくちゃ巻き上げてさ、なんとも思ってないんですよ、あいつら。それがお仕事でしょ、グラビアアイドルも、アイドルも。裏で彼氏作って、イチャイチャして、ファンを裏切ってんだよ。そういう人もいるかもしんないですけど。それで金稼いでんだよ。そういう人もいるかもしんないけど、そうじゃない人もいるでしょ。いや、みんな、いや、みんないるよ、彼氏。みんなじゃあ彼氏いたとしても、彼氏、付き合ってるところは、少なくとも性格がマッチしてるってことですよね。じゃあ全員性格悪いと言えないでしょ。ファンを裏切ってんだからさ。ファンを裏切ったって言って、そんなの裏切るって言って、ファンもよしとしてる。あんたが一番性格悪いよ。ごめんなさい。ごめんなさい。性格怒りすぎちゃった。それは。中丸さん、中丸さんのタイプって何ですか？タイプ？うん、タイプ。あ、女性の？うん、中村さんの話もちゃんと聞こう。タイプは黒髪ロング、うん、で、まあ、化粧はあんましてなくて、うん、で、まあ、その柔らかい雰囲気、うん、でスカートもこの短くの短いの履いてないで長いもう見えないように、うん、まあ、そだから清楚系だね。童貞ですか。童貞じゃないよ。ああ、ああ、なんか童貞が好きそうな。ああ、童貞じゃない。あ、言ってなかったっけ。あ、いや、童貞じゃないなってのはお前言ってましたけど。俺が童貞じゃないって話 してないか。そっか、しないもんな、まあ、俺童貞じゃない。まあ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 、それは今ここで話してるんだけど、まあまあまあ、お客さんもちらほらいるから、まあまあまあ、それは話せない。まあまあまあ、後で裏で話すわ。すみません、口が滑りました。初めての時の話。口が滑りました、口が滑りました、すみません。裏で後で話すわ。でも中丸さん、本当お言葉ですけど、そういう子で、性格悪い良くない分かんないですよ。だって現に私のそのもう一つ付いてる風俗のお気に入りの子、めちゃくちゃ黒髪ロングで清楚系でお目目パッチリしてて柔らかい雰囲気で明るくて、でもう服とかもほんと普通のパチッとしたパンツスタイルで来てくれるんですけど、めちゃくちゃタバコ吸いますし、なんだっけな、でも彼氏いて、で彼氏にこの仕事内緒にしてて、で本でごまたしてるって言ってましたよ。めちゃくちゃじゃないですか。ほら、ね。もう見た目じゃわかんないですよ。ね。
ストライク。よし、じゃあすみません、締め作業先に行ってきます。お、ちょっと田梨、はい、あのその子がいるお店ってなんてとこ教えません。ちょっと田梨、魔法カード発動、強制チャンネル登録、ライフポイント4000払い、チャンネル登録をさせる。1345678911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 1